ここね通行止めで入っちゃいけないんですけど、なぜ俺がこの通行止めを入ったかっていうと、ここまで来るのに大変だった。そしたら通行止めだったから、もう行かざるを得ない。もうっていうか戻りたくない。ここがなぜ通行止めになってるのかの理由が知りたいんですよね。何なのかこう木が倒れてくるのが危ないのか何なのか見て分かりやすい、あ分かりやすい、この分かる、こう山を破壊してるのもう分かりやすいね、これね、見て3メートルか4メートルぐらい、ここを出ると海に繋がるはずなんですけど、地図上ではね、まだ分かんない。でももう結局テント張らなかったら戻らなきゃいけない可能性も出てくる。